大衆が気に入るものっていうのはその他大勢に入ってしまう気がするので、この流行とか今の流行りを追いかけるっていうのは先生はどう思いますかっていうふうに問いかけてみたんですよ。そこで先生に教えてもらったのが、こんにちは、りょうたです。今回なんですけど、今回は写真上達にたくさん撮るっていうのは有効なのかっていう話をしたいなと思います。で、僕自身は写真作家を目指していて、プロの写真作家の池谷先生という方にいろいろご指導いただきながら勉強中なんですけど、その先生に教えてもらいながらだんだん上達していく中でいろいろ気づいてきたことをシェアしていきたいなと思います。はい、ここでちょっと宣伝なんですけど、6月23日から29日まで師匠の池谷先生主催で、まあ、お弟子さんと一緒に写真展をやるんですけど、その茶友人展というのが開催されます。ぜひそちらにお越しいただけたらなと思います。はい、でまずはじめにたくさん撮るっていうのは初期段階ではすごい有効だったように思います。まずはじめに写真をいろいろたくさん撮って先生に見せて、で先生がいろいろ見て評価をくれるんですね。でその一番最初に見せた時に、亮太さんは素人うまい写真が結構多いって、でその中にプロで通用する写真が何枚かもうすでにあるよって、だからこのプロで通用する写真をどんどん増やしていこうねっていうふうに言われたんですよ。でその時に どれがいい写真なのかまだよくわかんないんですけどって言ったら、たくさん撮ってきなっていろいろ考えて、でそれを僕が見ていく中で だんだん教えてあげるからっていうふうに言われて、最初はたくさん撮って見せて、もうとにかくたくさん見せてた感じなんですね。で自分でこれはダメだって思ったものもそれも見せてっていうふうに先生に言われたんですよ。そういうところにいいものが眠ってたりするからっていうふうに言われて、まあ恥じることなく全部を見せてたんですね。でその辺までは結構それで良かったんですよ。で1年半最近なんですけど経ってきて、なんかそれだけじゃダメだなって思い始めたんですよね。でなぜそこに至ったかっていうと、写真のレベルっていうものが意外と低いものなんだなっていうことに気づいちゃったんですよ。写真って押せば写るものでほとんど努力がないんですよね。で別にプログラムモードで撮ればいいものをマニュアルモードとかにして F 値がどうとかっていう話をよくしてるんですけど、まあ、結局そんなの写真作品の出来上がりに関して F 値がいくつだからとか関係ないんですよね。その写真がいいか悪いかっていうのは先生によく言われるんですよ。この写真がいいか悪いかだけが評価なんだよって。だからオートで撮ってもいい写真はいいし、マニュアルで撮ってもダメな写真はダメなんだよって。なので、まあ、そういうことじゃないんだろうなっていうふうに気づいたんですよ。レンズがどうとかカメラがどうとか F 値がどうとかそういう話ではないなってことには気づいたんですね。じゃあここでどうしようと思った時に、先生から一番言われるのは、亮太さんしか撮れない写真を撮りなってのもずっと言われてるんですけど、これがまたなかなか難しいですよね。この写真ってこれオリジナルだろうって思って見せても、こんなん結構みんなやってるよみたいに言われることもあったりするんですよ。まあ、知識がないので。なのでそうやっていろいろ探りながらやっていく中で新しいものを見つけていくしかないんだなっていうふうに思った時に、このままではダメだなと思ったんですよ。なのでまあこういうマネキンを買ってきて、まあいろいろ自分なりに何かやってみたりして、この自分で何かを作って撮るっていうのもやったんですけど、それを撮るだけでも甘いと言われました。で最近は絵を描いたり版画をやったり、あと先生が山下清さんに会ったことがあるっていうことで、まあ、裸の大将を見ながらちぎり絵とかしてみたり、まあなんかいろいろ多方面から攻めてみようかなっていうふうに思ったんですよ。でその中で都はるみさんとか八代亜紀さんがもともとすごい好きな時期があったんですね、中学生の時に。でそれから高校生とかもう今の年になるまで転々とそれを聞き返す時期があって、で最近も久しぶりになんかそういうもの聞こうと思って聞いていて、でそこに先生と出かける時にそのプレイリストが流れてたんですね。でその時に話してて、都はるみさんの北の宿からって歌好きなんですよねって言ったら、それは悪友さんの詩だよって、悪友さんいいよねって言われて、で八代亜紀さんの時に船歌好きなんですよねって言ったら、船歌も悪友さんだよって言われて、で悪友さんって名前は聞いたことあったんですけど、まあいろいろ調べてみたら、えこの曲もそうなのっていう、都はるみさん八代亜紀さんみたいな曲も書けばピンクレディーとかも書いたりしていて、岩崎宏美さんでしたっけとかもすごい幅広く書いていて、これはかっこいいなと思って悪友さんちょっと調べてみたんですね。で動画を見たりしてたんですけど、そこで見つけたのが時代遅れの新しさっていうスピーチだったんですよ。その悪友さんが
母校の卒業式なんかでスピーチをしたらしいんですけど、その内容が僕なりにすごいグッときたので、今回ちょっとそれをまず聞いてもらおうかなと思います。で、一応書き起こしたので僕が読みますね。時代遅れの新しさ、時代に遅れないようにというのがモットーで、そればかりを考えてきたが、近頃になってどうしたら上手に時代に遅れられるだろうかと懸命に考えている。時代という不確かなものがまるで被害妄想のようにお色直しを繰り返しているが、ずっとこれに付き合っていては僕らは風邪をひいてしまうし、またせっかく着たものに馴染む暇もない。だからといって時代離れでいいわけではなく、走り回る時代をきちんと見つめながら、勝手にジタバタしなさいよぐらいのことは言っていい段階ということである。変わらなくてもいい変化、不必要な新しさ、人間をバカにした進歩、それらを正確により分け、すぐに腐る種類の新しさや単なる焦りからの変化にはパスと叫んでも悪くない。しかしそのためには新しがるよりもっと正確に時代の知識が必要になる。一歩先へ行って時代遅れを選択する、やっぱり幸福を考えたいから。はい、というのが悪友さんのスピーチなんですけど、この内容結構僕はグッときてて、今その八代亜紀さんとか都はるみさんとかを聞いたりして、悪友さんとかを調べたりしている段階って結構時代遅れなものを探ってるんですよね。だけどこの流行とか今の流行りを追いかけるっていうのはもうその他大勢に入ってしまう気がするので、そこじゃないなっていうふうに思ったんですよ。で、時代遅れのものって逆にまた新しくなって時代を繰り返すわけじゃないですか。で、この時代にある美しいものっていうのは何が重要視されてたんだろうとか、どんな工夫をみんなしてたんだろうかっていうのをいろいろ調べてたんですね。で、先生にこのスピーチ聞いてなんかいろいろ考えたんですけど、先生はどう思いますかっていうふうに問いかけてみたんですよ。で、その先生から出た言葉が、ジャン・コクトーって人が、芸術は醜いものを生み出すが時代とともに美しくなることもある、流行は美しいものを生み出すが時代とともに醜くなっていく、みたいなことを言ってるんですね。で、そしたら先生がジャン・コクトーの言葉を簡単に言うと、流行、醜いから変わるのだ。流行って流行ってみんながわーってやり始めてすごい大ブームになってしまうと、なんか時代遅れというかね、醜いものにだんだん変わってきますよね。タピオカとかも今ね、手に持って飲んで写真なんか撮っても今頃何やってんだよって感じするじゃないですか。だけど岡本太郎さんの太陽の塔とかは作られた当初は批判もいっぱい受けたのに、まあ数十年経った今は太陽の塔っていうのはしっかりとした価値を持ってあそこに立っているように僕は思うんですね。もちろん太陽の塔に価値を感じない人もたくさんいるのも事実です。だけど先生といろいろ関わっていく中で、大衆が気に入るものっていうのはやっぱ芸術性が低い、その時代に受け入れられやすい、なんか簡単なもの、岡本太郎さん的に言えば綺麗なもの。だけど美しいものっていうのは結構分かりづらいものも多いんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。そこで先生に教えてもらったのが、これは先生が作った言葉だと思うんですけど、停泊線っていうのが大事なんだよって、停止線みたいなノリだと思うんですけど、流行に流されていると目の前の流行を追いかけて、また流行はこっちに行ったあっちに行ったと追いかけてしまうんですけど、しっかりその時代の流行を見つめながら自分は立ち止まってしっかり周りを見ていくことが大事なんだよって。だから多分亮太さんは今絵を描いたりとか、まあ、こういうものやったり自分でお面を作ったりとかもしてるんですけど、そういうことをしてるんじゃないって、そういうのはとても大事なことなんだよっていうふうに教わりました。まあ、僕自身あんまり新しいカメラとかレンズを必要と感じてないんですけど、まあ、今この撮影してるカメラはソニーの α7C だったりするんですよね。なのでこういう動画を撮るときにはそれなりにいいカメラのがピントが合いやすくていいななんて思ったりするんですけど、まあ、写真に関しては結構前からすごいいいカメラあるので、まあ、追い求める必要もないのかななんていうふうに思いました。なので、まあ、写真をたくさん撮るっていうのも大切だと思うんですけど、しっかり立ち止まって自分がどこを目指してどういう目的があって写真をやってるのかを見つめ直すっていうのはとても大切なことなのかなと思いました。で、最近久しぶりに世界の終わりの RPG っていう曲を聞いたんですけど、その歌詞の中に、方法という悪魔に取り憑かれないで目的という自分だけのものを思い出してみたいな歌詞があるんですね。
この方法にばっかりこだわってるよりも、自分の目的を見つけてちゃんとそこに向かうために何か必要なものをしっかりその場で立ち止まって周りを見つめることは大切なのかなっていうのは、多分いろんなアーティストが言ってることだったのかななんていうふうに最近気づきました。はい、ということで、まあ、今回先生から教えてもらったことや、悪友さんから教えてもらったことや、まあ、世界の終わりの人に教えてもらったりとか、いろんなことが融合して、まあ、今やってることが肯定されたっていう感じですね。今やってることは多分無駄じゃないんだろうなって思えるような言葉をいただいたので、そちらをシェアさせていただきました。はい、ということで、まあ、今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。インスタグラムもぼちぼちやってますので、ぜひフォローもよろしくお願いします。そしてチャンネル登録がまだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。